はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ジジジのこよみです。ということで本日は、ドラゴンエッグでございます。イェイ！ちょっと、いつにも増してちょっと声がガラガラなんですけど、いつもガラガラのくせに、さらにガラガラみたいな。はい、ということで、今、ドラゴンエッグさんとロビーさんの企画ということで、共同企画ということで、ちょっと自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、人気 YouTuber 企画第2弾ということで、グッドゲームガーズを応援しようということで、まあ、企画させていただいてるんですけど、まあ、前の動画を見てくださった方はわかると思うんですけれども、バトル内容が、アリーナランクで勝負、ギルドクラスで勝負、ロビーコミュニティの参加者人数で勝負ということで、この3つで今、味噌シール、アイポン、コヨミンで競わせていただいております。対抗企画です。初めてですね、対抗企画って。いやー、負けたくない。皆さん。ロビーコミュニティ参加お願いします。はい、ということで進捗の方を説明していきたいと思うんですけれども、その前にちょっとギルドの募集の動画が上がったと思うんですけれども、のギルド募集の動画の前にちょっと皆さんの本当にもうお心遣いで本当にギルドが埋まってしまって本当に申し訳ないです。本当にでも本当に協力していただける方、本当に味噌汁のギルドで協力してくれる方も、iPhone のギルドで協力してくれる方も、小読みのギルドで協力してくださる一番なんですけど、一番本当にいつもありがとうございます。1ヶ月一緒に頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。さて進捗を見せたいなと思うんですけれども、うん、はい、総合力 58,336 になってまいりました。レベルが52ですね。結構頑張ってやってるんですけど、今私がやってるのは結構このリサイクルの匠というイベントをすごい回して、これのポイント交換で結構いろんなポイント交換させてもらいまして、モンスターガチャ券、武器ガチャ、星5確定、ドラゴン 10% 確定とか、まあ、いろいろあるんですけども、ドラゴン以外のモンスターはそんなに強くないらしいので、それは、換金して、ハンターメダルに変えて、そのハンターメダルで覚醒素材にするっていうのが、ドラゴンエッグでは結構大事な要素みたいで、いろいろこれも教えてもらったんですけど、ギルドの皆さんとか、ロビーのコミュニティの皆さんに教えてもらったんですけれども、そういうところで結構差がついてるのかなと。いやー、ありがたいです、本当に。いつもありがとうございます。本当に、本当にありがたいです。負けるのだけは嫌なの。嫌なの、嫌なの。なので本当に、それで結構覚醒させたりとか、武器の方も強くしてみたりとかしてるんですけども、武器が結構ね、私、ちょっと自慢なんですけど、もう赤枠になってて、もうちょっとでレベマできるので、とりあえず当面の目標は、この武器をレベマすることと、あとモンスターを覚醒させることですね。あ、でもできるんだけど、この辺はちょっと置いとこう。覚醒させたりとか、あと潜在解放進化でもうとにかく強くしていこうかなと思ってます。ギルドも結構今 B ランクになってきてて、確か本当皆さんのおかげでありがとうございます。私もちょっとお仕事とかでなかなか行けない時間とかもあったりするところをね、ちゃんとカバーしてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、なかなか強い。ちょっと味噌汁のね、ロビのコミュニティちょっとちらっと覗いたら、コヨミンのギルド、なんか強い人めっちゃいないみたいな。チャットが出来上がっててめっちゃ面白かったです。すごいな、本当に強い方がたくさん入っていただいて本当に嬉しいです。私がいなくても勝ててしまう。いや、本当にありがとうございます。この調子でガンガン勝っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。絶対負けないからな。ではでは、次は味噌汁です。よろしくお願いします。はい、というわけでね、小読みから続いてきました。ドラゴンエッグ3本目。私は本日、こちらのアリーナランクを、じゃじゃーん、次のランクまであと3。ということは、今から勝てば、シルバーに上がる。という、まあ、昇格戦マッチでございます。こちらを実況していきたいと思います。では、対戦する。頼むよ。本当にこれアリーナでも勝てなくて結構ね、結構厳しい。いけ、
頼むよ、ほんと。あー、え、絶対無理だ。あ、無理だ、攻撃力が違いすぎる。あー、ダメだ。あー、私の手錠にかけた子たちが、可愛い子たちが無残にもやられていってしまった。嘘でしょ。もう勝てる気がしません。ということで、シルバー昇格ならず、悲しい。まあまあまあ、持ってるね、モンスターの強さもなんか違うような気もするし、規制もね、足りないような気もするんで、今日はガチャ11で無料が来ております。これほんとね、なんか突然来るんでドキドキですよね。じゃあ行きます。11年、頼む頼む、もう何でもいい、頼む。床が虹がないんですけど、あ、脱がせている、みんな脱がせておるし、あのギルド再募集もその概要欄にあるロビーから、行ったりするんですけど、ロビー の, あの私のコミュニティから行ったりするんですけど、裸じゃないやつはまず受からないですね。もし私が再募するときはこのね、装備のね、見た目の装備っていうのがあるんですよ。装備の見た目を変える、こちらから衣類を全部剥がしていただいて待機していただけると嬉しいです。というわけで、こちら罰ゲームのある3人での勝負なんで、本当になんかちょっと本当敵情視察じゃないけど、なんか至るところからね、GGG 暦民帝国がやべえみたいな話をよく聞くんで、本当この動画がね、これどこまで強くなってんだっていうの怖いですけど、まあせめてアイコンには負けないように。うわ、覚悟しろよアイコン王国。というわけで、次はアイコンの動画が待っているので、ぜひ皆さん楽しんでください。じゃあね、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。グッドゲームガールズチャンネルのアイポンです。そしてステラルーです。イエーイ。ステラルーちゃんとはディズニーシーの新しいキャラクターなんですけど、可愛いから紹介したくなりました。終わり。はいはい、ということで今日はドラゴンエッグやっていきます。じゃーん。近況、総合力5944、そしてアイポンレベルは54になりました。ふう。そして皆様エールありがとうございます。ちょっと最初の方は返してたんですけど、あのお知らせになったりとか乗ってくださせらさしてくださったりして、ちょっとあの回収追いつかなくなってしまって、ちょっと全部つっては見えて全ては見えてないんですけど、とっても嬉しいです、ありがとうございます。さてさて、今日はですね、ちょっとハンターズアリーナをしていこうと思います。ちょっと勝負の中にハンターズアリーナ、そしてギルドのランク、そしてロビーのコミュニティの人数を競うので、まずちょっとハンターズアリーナ、現在シルバーの、保持 AP253 なので、ちょっと
ゴールドにあげたいからやります。今日はアリーナ対戦、あ、ちょっとしばしお待ちを。はい、ではハンターズアリーナ、はい、ということで現在のデッキはまず1匹目、はい、ラハム、エンシェントドラゴン、覚醒を少ししてレベルが92まで上がりました。そしてゼミ&ユニ、この子たちはドラゴニック、ちょっとエンシェントドラゴンで揃えたいんですけど、ちょっと。そしてベルミリオン、エンシェントドラゴン、この子も覚醒してます、ちょっとだけど。そしてそしてフェンネルちゃん、ワンワン、この子はドラゴニック。そしてそして、はい、ルカト、この人もエンシェントドラゴンさんです、覚醒してます。はい、このメンツで戦いたいと思います。いつもはね、負けたり勝ったり、負けたりの方がちょっとシルバーに上がってから多いです。ちょっとまた下がったりとか、シルバーを保ててないです。はい、ユウさんと対戦する。さあ、ハンターズアリーナはね、もうね、見てるだけなのでね、ちょっと、あー、なんで戦いなのって、もう普通に攻撃じゃなくてスキルガンガン使ってよみたいな、皆さん思うと思うんですが、あと敵が蘇生しがちみたいな、こっちも蘇生してくれるけど、おっ、いけるんじゃないか、これいけいけ、敵かぶってるね、あ、強いのいる、あ、やばい、ルカーズ死んじゃった、あ、ラハム、ラハムかわいい、生き返らせて、あー、あ、イエーイ、人の魔性、あー、でもなんか敵すごい回復をめっちゃしてるし、こっちにいたいも死んでる、ラハムアイポン生きる、帰らせて、あ、あー、ラハムが、あ、もう頼みの綱が、あー、もうダメだ、あー、もうダメだ、耐えるんだ、耐えるんだ、なんかバグとかで復活しないかな、力尽きた、負けた、はい、ということでユーザーに敗北しました。ちょっとね、私もう負けちゃって、ここから全然勝てなくて、どうしたらいいか分かんないんですけど、とりあえず装備を強化してドラゴンとか、まあそのパーティー編成のみんなを覚醒させたらいいんですかね。覚醒すればするほど勝てるようになるのかな、ちょっと分からないんで、コメントとかでアドバイスをお願いしたいです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はハンターズアリーナでした。いやー、全然勝てない、本当にね、もう見ててね、痛々しいぐらい勝てなかったんですが、皆様アドバイスぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ赤いボタンをクリック、またタップしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ドラゴンエッグと、そしてロビーをまだアプリダウンロードしてないよって方は、概要欄からインストールできるので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、バイバーイ！アイコンのロビーにも入ってね！